こんにちは。コンパス朝鮮班を評価する班の会長気象士です。よろしくお願いします。今回も、まあ、いつも通りね、ヒーロー朝鮮アップデート情報を聞いたので、まあ、これらについてね語っていきたいと思います。まあ、今回はそんなに、まあ、大型アップデートとは言えないぐらいのね規模だったんですけど、まあ、果たしてこれは環境にいい影響を与えるのか、またまた壊してしまうのか、まあ、見物なんで見ていきます。で、まあ、後半は、まあ、多分、あんまりアップデートに影響がなくて、まあ、環境に影響がなくて、今後動画で触れることがないであろうキャラをね、まあ、触って、尺稼ぎして終わろうかなと思います。では早速、まあ、不具合とかヒーローシステムの改善とかは、ま、どうでもいいんですけど、ここからですね、深川まとい。体力の下方修正、これやばくないですか。もうこれこっからやばいんですよ。もういきなり、まあ、ヒーロー調整か、よしとりあえず、まあ、メッテ開けたから見ようかなって思っていきなり開いて、まあ、一番上にパッてきて、ウィッて、イッて、ガンナー最弱っていうか全キャラ中最弱と言っても過言ではないまといをまさか下方するとは思いませんでした。これどういう意図なんですかね。ちょっとマジで教えてほしい。これだけは本当に教えてほしい。誰か教えてください。書いてない、書いてない。これさ、こういう時に限ってなんか適当なさ、なんかまといのセリフ書いてに濁すんですよね。なんか真面目なやつはちゃんと何々が何々に影響したためどういう風に加工しましたとかめっちゃ書いてるくせに、なんかよくわかんない加工だけなんか適当にね書くんですよね。意味がわかんないですよね。まあ多分僕の予想だと、まあ、上のランク帯は全くいないのは多分みんなわかると思うんですけど、まといって下のランク帯でもしかしたらまといがちょっと強くなったから、まあ、使う人が増えて、まあ、使用率的に、まあ、下方しようかなみたいな感じかな。どうなんですか、見ますか、まといどうですか。ちょっとね勝手に憶測で言ってるだけなんでわかんないですけど、まあ、結構まとい見るなら、まあ、妥当っちゃ妥当になっちゃいますね。はい。で、次、デズ。まあ、これは、いいですね。ほら、デズになったら、ね、高い勝率と使用率を維持しますって言って、バランス取りますとか言って、ちゃんとね、書いてるんですよね。はい。で、まあ、これは結構いいと思います。デズって一撃目結構早いんで、まあ、一発キャンセルで、こう、引き打ちとかできるし、まあ、かなり強かったんで、まあ、これ下げるのは結構いいと思います。まあ、僕実際にまだ触ってないんでデズ何とも言えないんですけど、まあ、これはいい調整かなって思います。まあデズをこれがいい調整かはまあ実際わからないけど、あのデズを下方するっていうことはちゃんといいことだと思います。はい、偉い、上偉いよ。で、次、グスタフ。長文で書いてありますね。まあ大事なところだけ読んでいきましょうか。大会環境においては全ヒーロー最速の周囲カード攻撃が猛威を振るい、受け手側が避ける、ガードをする対応が極めて難しくなっております。そうですね、マルコスとボイドとあとリリカぐらい、まあ、リリカもいけんのかな、しか、まあ、見てから合わせれないんですよね。まあ、だからしょうがないと。うん。で、あ、そのバト割りの勝率そんな低いんですね。まあその下のランク帯だと特に、まあ、体力管理ができなくて、まあ難しいっていうところがあるんじゃないですかね。で、しかもあのバト割り常設で組むと緑花火積む人が多分出てくると思うんで、緑花火って体力低いんで、まあ、そういう影響もあるのかなって思います。はい。で、内容なんですけど、周囲攻撃カードのヒット発生タイミングが 0.1 秒伸びたということで、まあこれ一見ね、いやそんだけみたいな感じに思っちゃうかもしんないんですけど、これかなりえぐいらしいですね。まあちょっとさっきね触ってみたんですけど、なんかみんなが言うには3敗レベルまでやばくなったみたいな、もうここまで落とすならあの近畿なくしてもいいんじゃないかっていうぐらいツイッターでは騒がれてました。うん。まあ実際ね、なんかどのキャラでもね合わせられるらしいです。ただおみのガードでね、グスの周囲見てから合わせてる動画とか流れてきたんで、まあ多分全キャラいけるのかなって思います。まあだから、まあ理不尽周囲はなくなったってことですかね。まあただ早いには変わりないんで、うん。まあちゃんとね、適切なタイミングで
書けばいいのかなって思います。まあその適当に打って当たるとかは、まあ、ずるかったんでいいんじゃないですか。その避けれない場面でちゃんと周囲を振るっていうね、まあ、うまいグスタフだけが生き残るのかなって思いました。まあそもそもずっと、まあ、大会環境に居続けたん でグスを、まあ、大会で最初一番最初に警戒しないといけないっていうレベルまで、まあ、グスタフは強かったんで、まあ、そのためにリュウを採用したりアバカン採用したりとか、まあ、スタン採用したりっていうその対策が必要だぐらいグスタフに対して強かったんで、まあ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 そろそろね落ち着けという感じでいいんじゃないですか。まあこれも別にそんなに悪くないのかなって思います。はい、竜の調整防御の加法をヒーロースキル芸術オーカリオの加法を、まあ、これもね竜ちょっと使ってみたんですけど動画でも、まあ溜まりづらくはなりましたね。まあただ全然まだ早いのでまあ全然強いと思います。ヒーロースキルまだ溜まるの早いし、その普通のね戦闘スペックも高いのでまあ全然まだ現役です。まあ加法したのはいいと思う。うん、はい、でかい体力の加法、まあ体力加法が良かったかは分かんないけど、結構回の情報してから回がね大会環境多かったんで、まあ、バトアリーでも結構多かったのかなって思うので、ノラシーズンとか特に、うん、まあ加法は全然いいと思います。まあなんか内容は知らんけど、どのキャラをどう加法するっていうのは、どのキャラをどうじゃないわ、どのキャラを加法するっていうのはちゃんと、まあ、しっかりしてるかなって思いますよ僕は。でソーン、周囲攻撃の発動モーションを情報修正、まあ、これもまあソーンは弱いんで、まあ、情報するのはいいんですけど、まあ、内容は、まあ、これで良かったのかは知りません。はい、でライザはノーコメントですね。僕ライザマジで使わないんで、ノラシーズンも使ってないし、その前からも使ってないんで、まあノーコメントですね。まあ攻撃移動速度ダウンということで、まあ使用率的には結構高かったですね。うん、もう強いのか知らんけど、まあ当たった感じ別にそんな強いと思わなかったけど、まあドアタンクで3からの HS 確定でキルできて人数より作れるっていう面ではノラでは結構優秀だったと思うんですけど、固定でまあどうだかって感じですけど、まあ固定シーズンが来る前に加法というわけで、まあ、まあ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 、マジでノーコメントですね。まあ、使用率高かったんで、多分上位帯で多いってことは下のランク帯でも多いと思うんで、まあ妥当っちゃ妥当なんですかね。うん。その使用率で考えちゃうと結構みんな妥当かなって思います。で、体感環境のことも結構考えてくれてるっぽい調整があったので、的以外は、うん、的以外はね。個人的には満足でございます。で、まあ、今日はその中から、まあ、使わない、今後採用しないであろう動画でキャラをね数体使っていきたいと思います。ではどうぞ。はい、じゃあ早速やっていきます。ジュラジマリゾートか、うん、まあ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 、で使っていくのはソーンですね。まあソーン周囲しか変わってないんで、まあ、環境入りすることはないだろうなということで、まあしていくんですけど、でまあデッキが桜斧が周囲カウンターと駒枝を使っていきます。まあ周囲カウンターと駒枝で、まあ実質周囲2枚なんで、まあ周囲の速さをね体感できるんじゃないかなと思います。でこれはジョーカーのヒーロースキル待ちでいいかな。うん、でこれ追従になってるか、うん、オッケー。さあどうでしょうかね。あ、さあ前出るのか、前出る。で相手攻めてこないんで、これは下がってダメようかな。で相手が上がってきたら前行っていきますか。ジョーカー打たないのか、受けで打つのかな、どうなんすかね。ちょっとまだ現時点で持ってないんで、あ、打つと、はい、ナイスイディア、まあ、全部弱点ヒットらしいんでちょっと怖いですね。どうしよう、武術家じゃない、青の画家、緑の画家、怖い。
やばいなこれ。C 渡してしまった。さすがに無理とマジュラは。で、まあ、その間に C 取ってくれれば嬉しいんですけど、まあ厳しそうだね。いやーポータル捨てたのもったいないと思うけどな。それは当たらないかな。どうしよう。相手が2回目入っちゃったんでちょっとしんどいですね。これちょしんどいですね。ちょしんどいですね。なんかアクション起こしてもらわないと何もできないんで。いやワンパンだよな。いやこれポロロッチなんでアタッカーが一回取られるとねだいぶ打開ができないですよね。まあとりあえず C ってヒーロースキル開くんですけど、回せできるヒーロースキルが相手2人あるんで、まあどうだろうか。ここ届くかな。ラショーモン、あ降りたか。あっ、そっから届くんだ。でそれ倒してもらえたら2点取りできるね。10秒だからいけるかな。知ってもらえれば。あーただリヴァイがいるんで、あなんか食らってますね。あ何引きねくれる。まあドンマイということで、なんかマジで弾けない戦いになってしまったんですけど、まあそのこれが情報の本気でございます。まあなんかソーンもともと使ってないとどんぐらい速くなったとかわかんないかな。僕は分かりませんでした。まあ、じゃあ次のキャラいきます。はい、2戦目は使用回数多分10回未満のライザ使っていくんですけど、まあ固定でするなら強いであろうデッキをやっていきます。ちょっとねツイッターに見かけて、ああまあ確かにこれ強そうだなっていうのがあったんでやっていきます。で入ったかな全員 OK。 さっき取ってたら一人 AI で始めなかったんでビビってます。でルチアーノか。いやーなんか相手の編成強いな。こっちはライザーがいるせいで弱く見えるんですけどね。デッキは号令集かな。キテルちゃんイエーガーです。 HA で回復できるし回復量結構多いらしいんで、まあいけるんじゃないですか。わかんないですけど、でもかわいいっすね本当に。マジで、いやマジでかわいいっすね。はい、やばいこれ追従音になってる。ポータルを触っていくと、ナイス。いやけどこの HA した感じで結構回復しますね。ほら989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 
回復するんで、まあ割とカードパワーでワンフェーズ押しのけてみたいな、で一旦引いて 1A みたいな。まあ相手はちょっときついですね。じゃあ相手の瞬間火力がかなり高いと思うんで、それをどうしのぐかっていう。わお、攻めますね。OK、暗い暗い、いた。これでどうだ。大体にヒーロースキルが1個なくなったんで、まあただもう1個可能にある、ないか。うん、なんか周囲が遅いわやっぱ。
ケー、いいっすね今の。そろそろなんか当てて、やばいなんか来た、いやこれやばいな、周囲の硬直で。無理だ、間に合わなかった、やられてしまいました。うまい、まあ、今やった感じちょっとなんか強そうでしたね。ちょっとタイミングが悪かったですね、ちょうど打った瞬間に打たれたんで、まあそれなかったらワンチャンって感じかな。まあ相手が多分フルガナ握ってたんで、まあ、入れるかどうか怪しいんですけど、ちょっと3からヒーロースキル確定させたかったなーっていう。でもこれにやった感じなんか別にライザー弱くない気がするんだよな、こんだけウェポン握れて回復もそんなきつくなくて。まあ確かに加工する理由がまあ分かっちゃった気がするけど、どうすか、まあ、そんな感じで、まあ、今回の調整内容は、はい、以上でございます。まあ、的以外は割と妥当なんじゃないかなって思いました。以上、ご視聴ありがとうございました。さよなら。